さまざまなスタイルの格闘家から動物、ロボットまで個性豊かなファイターを操る対戦格闘ゲーム鉄拳シリーズが Wii U に登場します。鉄拳シリーズ登場以来、任天堂のテレビゲーム機では初めての発売となります。本作では従来の1対1の対戦、2対2のタッグ対戦に新しい1対2の対戦も加わり、合計3種類の対戦が楽しめます。登場キャラクターはシリーズ最大の50体以上あり、キャラクターごとのエンディングムービーが用意されるなど、かなりのボリュームに仕上がっているとお聞きしています。また Wii U 独自の要素としては、対戦の楽しさがさらに広がるキノコバトルや任天堂コラボコスチュームなども収録されています。鉄拳タッグトーナメント2 Wii U エディションは Wii U と同時発売予定です。